こんばんは。ツインでいた、そうだツインでいたいんだけど、結局一歩も外に出てないからどこにも行かず外出をしなかったので。翼はなんちゃらさん、かわいい、ありがとうございます。寝てもないよ、髪型崩れてないでしょ。寝てもないし出かけてもないからもうキープ。こんばんは、キープですよ。眠いです。でも寝てないけど、寝てないけど眠い。ね、みんな卒コン見てたね。席はなかったんだよね、だからいっぱい。誕生日覚えてない、そう、何も変わってないよ。どこも行ってないし寝てもないし何しとったって感じよね。逆にトゥントゥントゥン、こんばんは。ソファーにも座ってないからさソファーにさ、こうずっとここにいたんだよね。時間が進んだ、時間が進んでった。でも眠くなった。こんばんは。またタワー、ミキヤさん、桜のタワーありがとうございます。わー今日2本目だ。はい、タワーがありがとうございます。ミキヤさん、クラコンの色紙とかこの2日間本当にありがとうの気持ちですって。ありがとうございます逆にそんな、ありがとうございます。ね、1日に2本もらったんだけど、わーい、嬉しい。イベントにも来てくれたのに。こんばんは。ね、クラコンの色紙、お金持ち、それなイベントに来てさ、ありがとうでタワー投げてくれるなんて。ケーキ食べてた？お、誕生日だもんね。こんばんは。そう、ツインほどいてないの。結局ね、なんかスーパーもコンビニも行かなかったから、もう普通に家で
さ今日はねキッチンの掃除をしたんですよ。なんかキッチンハイターみたいなのをかけて磨きました。何してんねんみたいな。にぎやか。こんばんは。そう、あのあと洗濯を干して、そうなんかキッチンハイターをねして、なんかキッチンのあれを開けて中の方とか、そうあといろいろ、その排水口とか、そうハイターを使い切りたくて、その周辺も全部ハイターしました。お掃除家時勢になりつつあるね。そうなんよ、部屋が綺麗やもんね。もうお掃除、確かに部屋が綺麗ですもん。ハイターめっちゃあるよね。なんかコストコで買いだめしたけん、やけん1本使い切りたくて1本使い切った。1本っていうか使いかけのやつを。ヤクルト1000飲んだらよく寝られました。え、自分もね今日もヤクルト1000飲んで寝たんですよ、昨日か。そしたら目覚めよく起きれました。今日も早起きだったんですけど、ヤクルト1000マジいいね。2日連続飲んだよ。2日連続早起きだったからまた買わなきゃ。あ、昨日もね1時間おきに起きてない。昨日何時に寝たっけな、昨日の記憶が。忘れたけど、昨日は夜中に起きてない。パッて目が覚めたら7時40分で、あ、そろそろおはようツイートと思って、今日は配信メンバー多いねこの時間。昨日の記憶ないな。でもね12時手前まで配信したよね。そこからお風呂入って、何時に寝たんだろう。こんばんは。
あの楽しかった時間も忘れてしまった。昨日のイベントは覚えてるよ。昨日の夜の話ね。昨日の夜の記憶がないんですよ。何時に寝たか、何時に寝たっけと思って、大体私、ね、寝た時間を毎日把握してるんですよ。大体3時半とか4時とか。でも昨日の記憶がないんですよね。何時に寝たんだろう。でも12時ぐらいからお風呂入ってるってことでしょ。うーん、3時とかなんかな。ね、0時ぐらいまで配信してて、でもお湯には使ったから、ね、3時ぐらいなんかな。みきやくん、タワーありがとうございます。寝落ちはしてないよ。ちゃんとお風呂入って寝たから。ありがとうございます。そうね、多分お風呂出てすぐ寝た。だから記憶がないんだ。 YouTube とか見てないから。ありがとうございました。車四角カクカク四角の車です。結局ツインのまんまなんだ。嬉しいでしょ。ツインのまんまの方が。そうですよ、可愛いよね。こんばんは。だいたいでも眠ってなったら時計を見て、ああ2時半かって思って寝るんです。置いていつも、あ今日は3時半かみたいな。で1時とかやったら、あまだ1時かちょっともうちょっと起きようみたいな。消してしまった番号はまあまあまあって感じです。ペホゲナさん、かわいいギフトありがとうございます。だいたい寝る寸前に時計を見るんですけどね。なんか太った気がする。昨日ヤスルパンさん、桜餅ありがとうございます。昨日今日で太った気する。たくさん愛媛で食べたから。そうって、そう思わんかった。こんばんは。チアの上やっぱり、え、チア切れたよ。切れたけど試着してみてって書かれてあったから、まあ着れたけど確かにめっちゃお腹だし腹だし。布団に入ってた時計見ずに寝る、え気になるくない？なんか自分が何時に寝るか気になるから、私は大体把握してるんですよ。あ今日は3時ぐらいには寝るみたいな。あんま、苦しくない、えきついとかではない。お腹出しがめっちゃお腹出しっていうぐらいで、サイズ的にはって感じだけど、まあ7月なんでね、多分暑いので。ね、なんか昨日お菓子とかを食べ過ぎてちまちました。なんか太った気する。今日も昼のお弁当が出て、クバトルでお弁当出るの珍しいんですよ。こんばんは。すずさんハート
ありがとうございます。え、量普通？え、でも完食したら結構じゃない？昨日はさ、カレー、踊る前にあのカレーを食べたのと、し、あ、太ったの分かった。なんで太ったか。昨日帰ってきて11時前にコンビニのそばを食べて、それだ。夜中のそばかな。ね、まあいいや。で、お菓子をこまごまと食べて、大福とかも食べたし、今日は昼もお弁当食べて、目の前にお菓子があるんだもん。食べちゃうよね、そんな。うわ、食べたい。でも顔とかが太ったわけじゃなくて体が太った気する。まあいいかね。食べたくなるよね、なんか美味しそうなお菓子があるもん、私の目の前に。まあまあまあ、明日とかは特に普通にレッスン、糖質過多。え、ほら、でもまあまたレッスン続くしね。次みんなに会うのは土日でしょ。それまでに痩せたらいいってことよね。土日までに痩せたらいいということで、食べちゃおうかなとか言って食べちゃうんですよね。メロンパンさん、ハートありがとうございます。土日に会うけど、まあまああと5日あるとか言って、5日あるかな。60キロまでは気にしなくていいと思う。そう、最悪1日あれば間に合うんで、前日に、前日食べる量減らしたらもうぺたんこに戻るんで。生ポエムをいただきましょう。ここで皆さん、愛媛で何か買いましたか？皆さんは愛媛で何か買いましたか？あ、でもこれじゃなくて違うの食べようかな。これもあるんだよね、田中美穂からもらった目のつくせんべい。え、どっち食べようかな。これも気になる。まんじゅう、ね、糖質って言われるけんこっち食べようかな。生ポエムは今度にしようと。目のつくせんべいです、これ。梅味、ちねさんありがとうございます。もちこっち食べようと。梅の味がする。割れてるんだけど、うん、かな。見せて、じゃーん。あ、眠たすぎて眠たすぎてそれどころではない。食べよう、梅味。眠すぎて食べながら寝る。お、すごい梅の味がする。そりゃそうだ、梅味なんだから
梅だ。梅んべい。梅んべいってちょっと辛いよね。気のせい？なんかめんべい食べるタイミング結構あるんですけど、ちょっと辛いよね。あ、明太子やけんってこと？なるほどね。明太子の麺ね。ね、ちょっと辛い。なるほど。梅の味だけどちょっと辛いわ。明太子。明太。明太です。ね。めんべいの目が明太子の目って知らんかった。なんかめんべいっていうせんべいなんやなってぐらいその認識だったからさ。こんばんは。そう、普通にせんべいじゃなくて、なんかめんべいってさ、せんべいってつけないじゃん、せんべいに。めんべい、そう、せんべいをもじってめんべいにしとんかぐらいの感覚だから、僕にもください。もうこれぐらいしかないです。はい、食べちゃった。美味しい。ちょっと辛い。ここでみかんのゼリーとか飲み出したらマジで太るよね。お口直しに甘いものを出た。無限ループ。無限ループだ。じゃあお口直しにちょっと辛いのでみかんで辛さをマイルドにしたいと思います。はい、口の中の辛さがねありますんで、ほっ出たよ、辛いものと甘いものの無限ループ。これは紅マドンナゼリーです。口が辛いから直してもらおうと。うん、紅マドンナ 10% 入り。美味しい。
だから辛いもの食べた後にみかんゼリーとか飲んだらさ、口の中が辛さを消してくれる。美味しいみかん。こんばんは。まあ甘いって言ってもみかんですからね、これは。よし、次は辛いもの。辛いものはないな、もう。ね、ベニマドンナはさ、全然お菓子とかじゃないから OK です。お菓子じゃないので OK、OK。 みかんの果実も入ってます、だって。ね、みかんの果実が入ってる。ほら見てください、これ。じゃがりこ、オーノー、ちょっと見なかったことにして。いや、こぼしてないですよ。みんなに果実を見せようとしたら、ちょっと果実が落ちてきただけで、全然。明日の13時までお話し会受付、ありがとうございます。あ、その13時までです。私と喋る機会をぜひ。これさすがに一気に全部飲めんね、量多いや。150g。 こんばんは。次何食べようかな。最近ね、これ買ったんですよ。ご存知ですか。そう、軟水切りがラスト。しかも今日チアも届いたんですけど、水着みたいなチアがある。7月17日、お話し会に来てください。お話し会でしかコスプレしないからね、基本。何言って、え、これ知らないですか。なるやつです。あんまならさんって。お腹いっぱいすぎる。これが欲しくてね、今流行りの。そう、水着みたいなチアをね、7月17日に着るんです。皆さん来てくれますよね。フェラムネの付録、今これ可愛いでしょ。水着みたいなツヤです、ほぼ。サイン会？サイン会は私服ですよ。サイン会は私服。コスプレは見せません。まあ、サインもね、来てください、大歓迎です。ショールームでやりますんで、サイン。そう、一応チアなんですけど、もうなんか露出度とかも見たらもう水着です。夏の自分を痩せていると信じて。
6月11日のサイン会を始めました。やったー。サイン会はショールームでやりますんで、お顔を見せる方が恥ずかしいって方とか、喋るのが恥ずかしいって方とか、お仕事で参加できないって方は、サイン会を取るとね、ショールームでやるし、お家に届くので、見なくても。待ってまーす。お寺に行っててもうっかり忘れてもサインは届きます。そう、参加しなくてもね。何にサインするの？オリジナル生写真です。その日限定の生写真にサインして送る。宛名と一言とサイン。そう、なんと1枚1000ちょい、ちょいです。1000円ちょいです。ぜひぜひショールームでやるので。サインは最大何枚？最大わかんないけど、でも日によって生写真が違ったりするから、違う日を買うとか、違う曜日のを買うとかがいいかも。まあ10枚とかは買えますけど、同じ絵柄なので違う日のやつを買えば絵柄が変わったりします。サインの最大ないんだ。へえ。10かと思ってた。こんばんは。売り切れるまで何枚もってことでね。100いっちゃいます。あれ何枚あるんだろうね。こんばんは、こんばんは。へえ。どの日のサインなのか覚えさせたいですか？そりゃシークレットとかだけど、結構先なんだよね、シークレット。7月17日。まあでもサイン会に積むんだったらお話し会に来てはどうですか？サイン会のおすすめはでも一番近いやつ、すぐが良かったら一番近い曜日のがおすすめですね。一応シークレットっていうね、あるんですけど、7月だから近い日程がいいと思いますね。となるといつでしょう。これリンクね貼ってるんですけど、概要欄に。ちなみに生写真は感謝枠の申し込みってところからです。感謝枠受付ってボタンを押して、はい理解しましたね、チェックを入れて。一番近い私のサインは4月16日です。4月16日ですかね。だったらすぐだからさ、すぐ手に入る。シークレットは7月だから4月の16日が一番近いです。私のリンクからこのキャラアニさん開いてもらって、感謝枠はこちらっていう真ん中のボタンから、あれで一番下までスクロールして、理解しました。でここ日付を選べるので、4月16日にして表示するって押したら出てきます。1ヶ月先ね、あっという間よ。なんかもうだって3月終わるじゃん、ほぼ。
早い。ポチりました、ありがとうございます。すぐよ4月16なんて、もう1ヶ月切ってるし。3月が終わりかけですからね。え、もう3月19ってもうほぼ終わりじゃない？1ヶ月。私はもう19、20ぐらいになってきたら今月も終わりだなって思い始める。嘘、19はもう終わりで、あ、下旬だって思う。巻き巻きツインテの写真ある？わかんないな、公園の写真とかで。どうなんだろう、私もどの日がどの写真かはわかんないんですけど。ね、4月早いよ、誕生日だ、もうすぐ。早っ。4月お話し会が多いね。4月めっちゃ多かったよね。誕生日が終わったらお正月、いやクリスマスよ先。誕生日が終わったら結構長いんよね、クリスマスまで半年あるけんさ。半年ないか、7、8、9、10、11、12あるか、半年あるから長いんですけど。私はクリスマスとお正月のあの辺が好きなので、一番一年でね、一年で一番あの辺が好きなので、12から1の。楽しみですね、また12月来ることが。こんばんは。幼稚園コスモあるある。寒いのは得意です、暑いのは苦手かな、どちらかというと。でもね、真夏のフェスとかも楽しいですけどね、超暑い中の。なんかあるかな、また今年。なんか何があるか分かんないから楽しいね。今年何があるかなって思いもしないこともあるかもしれないじゃん。何があるか分かんないからね。昨日は暑かったですか？いや、昨日は寒かったです。半袖。こんばんは、こんばんは。ね、夏に何があるか分かんないからさ、面白いよね。何があるか分かんないかな。似合う、ありがとうございます。ね、昨日は風が強かったイメージですよ。夏のツアーでも、夏のツアーどうだろうね、3期生いるからね。2期生ツアーみたいなのもやるんかな、3期生が。まだ早いか。
昨日の夜、夜は分かんないや。家にいたら寒いかは分かんない。でも暖房つけてないです、昨日とか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。夜の宇和島寒かった。そうなんだ。広島はね、そんな寒くなかった気する。私が暖房つけなくても普通に入れたから。先輩だったら相談乗ってくれそう？そう？どんな感じなんだろう。すぐ入ってくるのって、すぐは入ってこないんじゃない？わかんないけど、でも夏にはいるでしょ。今夏の話をしてるんだけど、夏のツアーの、その頃には絶対いるからさね。私的には2期生4周年が楽しみなんだよね。2期生でのコンサート楽しい。でもあれは12月ぐらいだよね、確か。11月だったかな。まだまだ先だね。だから2期生周年コンサート楽しくないね。多分11月ぐらいだわ。先だ。ツアーって例年はどこで行うの？でもツアーね、毎年あるわけじゃないんですよね。去年はなかったかな。あったんかな。PR 舞台の方が、何人でやるんだろうねって2期生4周年のこと言ってますか。もうさすがに、だって11月でしょ。ゆうぴょんさん、かわいいギフトありがとうございます。お餅、こんばんは。もうさすがにさ、11月までには減らんでしょとか言うてね。今がね、時期的に3月4月は分かるけどさ、幕張のライブは水曜日まで。ありがとうございます、業務連絡。リアルお話から次の日のミニライブ幕張水曜まで。です。ミニライブ。シングルのカップリングとかもいけるんじゃないって。知らんけど。ミニライブってそういうやつなんじゃないかな。で、します。眠いね。何時までしようかな配信。あ、グループ話会もあるね。そうだそうだ。ぜひ幕張来週ね。すごい、まだ申し込めるんだ、ミニライブ。1週間前。意外と。
そう、鍋焼きももちゃんです。もも鍋焼き、もも焼き、眠すぎて目が閉じるよ、目が閉じるよ。着くのはお昼ぐらいになりそう。買えるんじゃない？どうなんだろうね。分からんけど。お昼ならまだ買えるんじゃない？夕方とかじゃないとなら。眠い、眠いですよ。私はメールでも送ってる時点で眠いですから。早めに寝ましょう。もう遅いけどね。っていう私の返し。もう遅いけどね、買っておきましょうか。20枚って言われてるよ。買っておきましょうかはいいけど、20枚、もう遅いけどねって。あー、髪の毛ほどく時が来たか。じゃあ50分に終わります。50分に壇上読んで終わります。あ、デジャビューだ。そう、23時早く寝ようねっていう時間にしては遅いじゃん。8時ぐらいにさ、今日早く寝ようねって分かるけどさ、23時前に今日早く寝ようねっていうのは、ほどく髪がある喜びをかみしめて。そうだよね、髪があってよかったと思いながら。早く寝ようと思います。おやすみ。じゃあ10時50分に寝よう。遅くなりすぎない程度に寝ましょうね。でもなんかそれやだな。好きな時間に寝ようねって言ってください。寝る準備できてないの？え、そんな終わってすぐ寝れるのって。みんなの話ですよ。みんなは10時50分に寝るんです。私はこれからお風呂入るので。でみんなはさ、お風呂入りながらとか見れるじゃん。ゴロゴロしながらさ、寝る寸前で見れるじゃん。今寝てる、ゴロゴロしながら見れるからさ、配信終わった瞬間に寝たないんです。こたつ、いいね。こたつ、そう、お布団にいるでしょ。だからゴロゴロして配信終わったら寝るっていうのが一番いい。シャンプーさせてくださいって。お風呂遅いんだね。寝たら報告するねって。どうやって？寝ました。花粉症の薬飲んだらすぐ寝れる。マジ？薬って眠くなったりするっていうね。薬飲まない派なんだよね。めっちゃ花粉症なのにさ、花粉症の薬飲んだことないっていう。こんばんは。
バスの中？へえ。夜行バスじゃなく、起きたら報告しますね。起きたら私のおはようツイートにおはようと、ね、こんばんは。花粉症ね、薬飲んでないんですよ。飲み始めたら薬に頼りそうだから、飲み薬もう飲まないを突き通します。あ、リム空港、そう、おはようツイートの正解はおはようですよ。おはよう、あれは挨拶を交わすツイートなんで、好きとかじゃないですよ、正解おはようですよ。私が何か問いかけてたら答えてください。まあ基本はおはようですよ。クッキーに雪梨花って書いてあったら、あ、雪梨花ってクッキーに書かれてるねって送るのが正解ですえ、そのクッキー名前入ってるねっていうのが正解です。好きとかじゃないです、おはようです。こんばんは、こんばんは。あ、おはようだけじゃなくてもいいですよ。とりあえずおはようは絶対です。いや、いやいや、好きだけは違います。まずおはようです。おはよう、好きです。それをやるならそうそう、おはようがないのはダメです。私がおはようって言ってるんです。おはようって、おはようツイートした瞬間に内容を見ずに好きって送ってくるんじゃなくて、秒でこんばんは。アーカイブで見ます、ありがとうございます。送った瞬間にね、リプくる、もう本当に秒で見てるってぐらいのリ、あの秒、ツイートした瞬間に、ね、まあ何でもいいですよ、何でもいいんで、あーでもいいでもうーでもえんで、何でも送ってくださーい。ツイッターはあーでもいいでもうーでもえーでもえんで、オーファーちょっとなね、待ってまーす。てなことでね、そろそろ終わりますかね。終わろうと思う。レモンサワー飲んで寝ます、おやすみなさい。レモンサワー飲むの、ということで壇上を読みます。13位メルシーさん、12位ミニマロンさん、11位タックンさん、10位ロボリンさん、9位ユーピョンさん、8位ルイさん、7位ダイダイさん、6位ジャクソンさん、5位アキアンさん、4位理化学研究所さん、3位ヤスルパンさん、2位キチネさん、1位ミキヤさん、ありがとうございました。
タワーありがとうございました。ミキヤ君おやすみの投げほっぺをお願いしますって。なんだそりゃ。おやすみなさーい。誕生日フラゲしました？4月号？おやー、めっちゃ眠いけど絶対お風呂入ったら目覚めるやつ。これ私熱いお湯に入るのが好きなんですよね。でも熱いお湯に入ったら目覚めるんですよね、めちゃくちゃ。ってことでおやすみなさーい。あ、フラゲ愛媛やけんか。はい、おやすみおやすみ、早く寝ようね。おやすみ。はい、お仕事頑張って。おやー。そう、42度とか43度とか。